ゴルナーグラートゴルナーグラートは、スイスのペンニネアルプスにあり、南にゴルナー氷河を見渡す尾根である。最高点の標高は3130メートル。ツェルマットからゴルナーグラート鉄道が通じている。クルムホテルゴルナーグラートスイスバレー州のツェルマットから、約3キロメートル東に位置している。ゴルナー氷河とフィンデル氷河に挟まれ、モンテ、ローザ、リスカム、マッターホルン、 ドム、バイスホルンなどの多数の4000メートル級の山々を眺めることができる。1898年に開業したゴルナーグラート鉄道の終着駅が設けられており、標高3089メートルに位置する、この駅と始発のツェルマット駅との標高差は約1500メートルにもなる。駅近くの尾根の南西端には展望台とホテルがある。 ホテルはホテルベルベデーレとして1896年に開業。1897年から1907年にかけて、現在のクルムホテルゴルナーグラートが建設された。1996年には2つの塔の上にドームが建設されて、赤外線及び電波望遠鏡が設置され、ドイツ及びイタリアの科学者により天体観測が行われた。現在は、 南側のみが、ケルン大学によって利用されている。ありがとうございます。